情報学部情報メディア学科から来ました田口博と申します。よろしくお願いいたします。今回、多重化不可視映像技術第2項 FPGA を用いたハードウェア化というタイトルで発表させていただきます。まずはじめに結論といたしまして、この多重化不可視映像というものを FPGA を使ってハードウェアによって実現いたしました。このことによりHDMI を使用した映像ソースを多重化することが可能となりました。このことは市販の 3D ディスプレイに新たな付加価値を与えることにつながっていきます。研究背景といたしまして、近年ディスプレイの高解像度化が進んでいます。こちら各社 4K のテレビを販売しております。また、次世代のテレビ方式としてスーパーハイビジョン 8K の、研究開発が NHK で進められています。しかしこちら、解像度がいくら上がっても人間の近くには限界がありますので、解像度を上げるというのには限界がございます。そこでディスプレイに、高解像度以外の付加価値が必要とされています。その中の一つとして、3D 表示があります。こちら、2009年に公開された映画アバター、こちらで、爆発的な流行したものの、現在の 3D ディスプレイではあまりその 3D 表示自体の付加価値というものが、あまり大きくなく、 3D の流行が、一過性になってしまっています。そこで私たちは、既存のディスプレイを用いた新たな付加価値を与えるための多重化不可視映像技術というものの研究を行っています。こちらは 3D ディスプレイの、下画像を提示する仕組み、これを利用して、実現しております。まずこちら、多重化不可視映像とは、こちらの動画をご覧ください。このようにディスプレイには、赤い車が映っています。そしてしかしこのフィルターを通すと、別の映像が見える。でフィルターを通さないと赤い車、こちらの例ですと裸眼に見えるのは同じ車の映像なんですが、フィルターを通すと別の映像になっている。こちらは技術解説の、スライドが後ろで流れています。このように一つのディスプレイで2つの映像を同時に視聴することが可能となる技術です。で今のように、裸眼で見た場合とフィルターを通した場合で別の映像に切り替わります。こちら、当初2010年から研究が進められていまして、初めはプロジェクター2台をスタックし変更フィルターを使うことで2つの映像を切り分ける技術でした。このように、2つの映像が同時に出されていて、フィルターを通すことで、この場合は英語と日本語の字幕がそれぞれ見えるようになる。で当初では、裸眼で多重像が見えているという問題がありました。そこでその次に、今の多重像が見えてしまうという課題を解決するために、多重化隠蔽画像システムといたしまして、2つの映像を同時に出力する際に差分画像を使うことで、裸眼で見たときと、フィルターを通したときで違うようになるというものをプロジェクター2台のスタックはそのままに、実現しておりました。で、現在では、多重化不可視映像システム X ピクセルと題しまして、液晶フラットパネルを 3D ディスプレイを使って、実現しています。こちら下画像の代わりに異なる2つの映像を表示することで、2つの映像を同時に出力するということを可能にしています。じゃあ多重化というものは、メディアアート分野で、かなり昔から、こちらの例ですと1692年に発表されたものから、多重化というものが行われていまして、いろんな人が、多重化ということをやっております。私たちは、コンテンツと技術どちらも、含め先行研究いろいろとやっておりました。現在では、パワーポイントのスライド資料、今このように出ているようなものを多重化するためのツールとしまして、XPixel Generator というソフトウェアを開発し、今使っております。また、ゲームエンジンの Unity というもので、走る、GPU のピクセルシェーダー、こちらも現在使っております。しかし、こちらどちらもあらかじめコンテンツの開発変換をする必要があるため、
プラットフォームを PC で動かす必要が、ありました。こちら、具体的なアルゴリズムとなります。こちら2つの画像を用意し、まずはじめにコントラストを圧縮する。またそれを、組み合わせて出力する。こちら、ディスプレイガンマを考慮して2つの映像の中間値を出しています。そしてあとディスプレイ自体が、変更方式の 3D ディスプレイですと操作線ごとに違う変更がかかっていますので、その出力に合わせディスプレイに合わせて、画像を組み合わせて出力します。そして本研究のアプローチです。本研究のアプローチはハードウェア化になります。ハードウェア化することで、PC 以外でのプラットフォームをプラットフォーム上で動かすことが可能となります。またコンテンツそのものに組み込む必要がなくなるため、コンシューマー側で多重化を行うことができるようになります。従来との比較はこのようになります。従来では、PC 上にコンテンツ、多重化付加子専用のコンテンツを、2つのコンテンツを内包した形で、多重化付加子コンテンツというものを用意し、ディスプレイに表示していましたが、今回は2つのコンテンツを、専用のハードウェアを通すことで、ディスプレイに表示するという、環境にします。今回ハードウェアを実装するにあたって機能要件として、この技術に対応するディスプレイの多くは解像度が 1920×1080 のディスプレイになります。またその操作線ごとに表示するという、仕組み上ドットバイドットでの表示が必須となります。そのため出力解像度は 1920×1080 フル HD で出す必要がありました。また、2系統の映像信号を内部で処理し、1系統の映像として出力する必要がありました。またプラットフォームに依存しない活用を行うため、映像は汎用の入出力インターフェースを用いる必要があります。今回は、対応機器が多い HDMI を使用しました。実際に、使用しましたハードウェアといたしまして FPGA 強化ボードである、デジレント社製のアトリス、こちらを用いました。またその映像の入出力にはボードに搭載されている3つの HDMI 端子を使用しています。回路全体としてはこのような流れになっています。2系統の入力信号を、映像のデコーダーを介し、片方の映像を同期用のバッファー、こちらは2つの映像の同期が取れていないので2つの映像の同期を取るためのバッファー、こちらを通し、多重化付加子の処理を行う回路を通して、エンコーダーによって、符号化し出力する。こちらの、多重化付加子回路では内部で計算を行わずにほぼルックアップテーブルのみで実装しております。こちら出力結果を、顕微鏡によって拡大した図になります。こちらですと裸眼で文字 A、B が見えると思います。でこちら、よく見ると、文字 A、B があるんですが、これを操作線ごとで、隠すとしっかりと A 文字が A、B が見える。で、裸眼で見ると少し離れると、A、B がもう見えなくなる。こちらその A、B が隠れるというデモになります。こちら文字 A、B が見えていると思いますが、こちらを引いていくことで、この A、B が見えにくくなっていく。で実際に表示されるサイズは、このサイズになりますので、最終的にはもうほとんど見えなくなるということになります。今回、作った機器の、システム構成例になります。映像リソースとなる、機器をハードウェア、今回作ったハードウェアに通して、ディスプレイに表示する。その際プラグアンドプレイに対応する機器はディスプレイ情報が必要となります。そのため、EDID を送出する機器を経由して、接続する必要があります。すいません。今回、Wii U と Xbox 360、 こちらを、その EDID の送出機につないで、そのハードウェアに接続いたします。こちら入力映像2系統、
と出力ディスプレイにつないで電源を入れることで今まで、PC 上でのみ動いていたものが、市販のデバイス、ゲーム機が、ラーガンではラーガンとフィルターを通したときで多重化することが可能となりました。このように、ゲームの多重化や、異なるアプリケーションの同時利用など PC のソフトウェアだけでは実現が難しい利用が可能となりました。そして既存のコンテンツも手軽に多重化可能となりました。こちら、ラガンでは、Excel 表計算ソフトの Excel が見えているんですが、フィルターを通すとニコニコ動画が見える。このようなことが今までは、ソフトウェア PC のソフトウェアだけでは難しかったものがハードウェアを使用することで可能となりました。PC や Wii U、Xbox 360等の HDMI リソースの対応を確認いたしました。またディスプレイも東芝や三菱、LG さんなどの各社 3D ディスプレイの動作を確認しております。これは、コンテンツやディスプレイを問わず、幅広く利用が可能となりました。またこちら公開実験といたしまして、大学の学園祭で、一般消費者の反応を確認するため実験公開を行いました。内容としましては、Xbox 360と Wii U のゲームを一つの画面で二つのゲームを同時に行うというものになります。こちら実験風景は、Ustream で配信を行っています。こちらのアドレスから、その時の映像が確認できます。体験の風景といたしまして、このようにゲームをメガネをかけてゲームを行う人と、こちら、Xbox 360用のコントローラー、Kinect なんですが、を使って、飛び跳ねてゲームをしている人が同時にゲームができた。またこのように、メガネをかけてない人をかけている人が同時にゲームをすることができた。このように、2つのコンテンツを同時に体験することが確認できました。またこちら、48時間連続使用。準備期間の前日から、2日目終了まで48時間連続使用が特に問題なく稼働しました。また画質、一般の方がこれを体験したのですが、特に画質に対するクレームというものはなく、みんな自然な形で、この技術を確認使うことができました。また子どもたちが、自由にこれをと受け入れて、この多重化というものの遊び方を見つけておりました。まとめとなります。こちら、FPGA を用いて多重化不可視映像を実現するハードウェアを開発いたしました。そのことで、今まででは対応することができなかったプラットフォームやコンテンツを多重化不可視、実現いたしました。また、48時間連続使用を確認することで、使えるものにはなったと考えられます。そして複数のゲームを一つのディスプレイで同時に遊ぶ新しいゲームの楽しみ方を実現いたしました。結論です。こちら多重化不可視映像を実現するハードウェアを作ることで、今までリビングというもの、今までにないリビングというリビングルームの共有手段というものを実現しました。またそれによって 3D ディスプレイに 3D 以外の付加価値を追加できたといえます。こちら、多重化ディスプレイのロードマップとなるんですが、今回、第1世代多重化から、多重化隠蔽ときまして、今、フラットパネルでリビングの、価値をさらに高めるということに成功いたしました。今後の可能性といたしまして、今後、スイッチやセットトップボックスなどの、映像機器の一部となって、映像を複数、見るための機器というものが、選択肢の中、そういう機器の選択肢の一つとして今回の、技術が入っていくのではないかと考えられます。以上となります。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。それでは次のコメントがありましたら